CD の方はマリア・ハープ&19世紀ギターということで、あの先ほどの田中清人さんの作られた19世紀ギターとこのマリア・ハープで録音しているんですが、これは何ですか？これは何ですか？ウクレレですか？タカシハープです。タカシハープ、中野タカシはジャズウクレレでね、とっても素晴らしいと思います。それジャズウクレレからお笑いまで何でもいけるという。ウクレレでおまけがついている感じですが、ミファソ、はい、そうですね、ドレミファソという音がついたハープウクレレという楽器です。誰が考えたんですかね。ハープギターというのがあるんですか。あります。ハープギターもありますね。もっと大きいですね。もっとギターにこういうのがベースがついている、ゾウの腹みたいなですね。それはどうやって弾くんですか。あの普通のウクレレ弾きながらボンボンベースで弾く、ちょっとベースを弾くという話です。やってみましょうか。はい。